フランク・コンラッドは、ウェスティングハウス電気製造会社の無線技術者であり、同社が世界初の商業放送局を開設するきっかけを与え、また技術面からその開局を先導した。その後はタンパによる番組中継の分野を切り開き、タンパ実用化の功績でエジソンメダルを受賞した。フランク・コンラッドは1874年5月4日、 ペンシルバニア州ピッツバーグに鉄道整備士の息子として生まれた。彼は技術に関する高等教育を受けることなく、1890年に16歳で地元のウェスティングハウス電気製造会社に就職した。鉄道用空気ブレーキの発明デザインを成した創業者、ジョージ・ウェスティングハウスは、ニコラ・テスラと共に交流システムを主張し、トーマス・エジソンとの電流戦争に勝利したことでも、 知られている。コンラットはとても勤勉で努力家だった。23歳の時に検査部門へ配属され、アーク等や交流電流系、交流電力系の改良を手掛けると、本能的な才能が開花し、いくつもの特許を得るまでになった。1904年にゼネラルエンジニア、1921年にはアシスタントチーフエンジニアに昇格した。 米海軍アーリントン無線局な1912年10月28日、バージニア州にあるアメリカ海軍のアーリントン無線局が海軍天問題の信号を使って正確なタイムシグナルを定時発射するようになった。1915年、コンラッドと同僚トーマス・パーキンズは昼食の後、お互いの時計で仕事に戻るまでの時間を確認したところ、 二人の時計の針は少し違っていた。同僚の時計はまだ新しく自分の時計が正しいと主張した。コンラットの時計は古く安いモデルだったが会社のマスター時計で毎日構成していた。当時ウェスティングハウス電気製造者ではウエスタンユニオン会社より優先での時刻配信サービスを受けて会社のマスター時計を合わせていたのである。二人は 自分の時計の正確さに5ドルをかけたが、この正確さに関する議論は決着しなかった。やがて、コンランドは優先で配信されてくるタイムシグナルにはディレイが含まれているのではないかと疑問を抱くようになった。そこで、アーリントン海軍局ナーのタイムシグナルのことを知ると、その超波受信機の研究に没頭し、それを完成させた。そして、コンラッドはこれに、 自分の時計を合わせて、この賭けに勝った。コンラッドが、無線電信に魅了されるきっかけとなったのは、このアーリントン海軍局のアーの受信機を組み立てたことだった。それまで無線には、縁がなかった、コンラッドだが、現場の叩き上げとして電気に関する知識を十分身につけていたため、彼はこの分野でもメキメキと頭角を表した。無線分野への事業進出を念頭に、会社は、 コンラットの無線実験には協力的だった。1916年7月、電波を管理する商務省電波局より実験局 8XK のライセンスを得た。アマチュア無線局の場合、波長200メートルより長い電波を使うことが認められないため、コンラットは波長制限を受けない実験局を選んだ。コンラットの実験局 8XK は、 中波の波長450メートル、長波の波長2000メートル、及び波長ベリアブルが認められた。そして、ピッツバーグのウィルキンスバーグにある自宅ガレージに20ワットの送信機を設置し、8キロメートルほど離れた会社の東ピッツバーグの工場に受信機を置いて無線実験を繰り返した。1914年に勃発した第一次世界大戦では、 中立の立場を取っていたアメリカだったが1917年4月になり参戦した。ウェスティングハウス電気製造会社は軍へ真空管を供給するほか、アメリカ陸軍通信隊より移動用送信機75台と移動用受信機150台の設計と製造を受注した。商務省標準局より元陸軍信号隊の技術者ドナルド・ジー・リトルがこの設計を支援するために ウェスティングハウス社に移籍してきた。コンラットはこの時、真空管の使用法を完全にマスターした。SCR-69 は、リトルとコンラットが、SCR-70 はコンラットが一人で担当し完成させた。この他同社では、海軍により受信機の開発と製造を受注している。戦争の終結が近くなり、会社は軍用無線機の需要が止まる前に、 民主転換を模索した。そして優先を引けない場所での通信に着目し、大きな貿易港での港湾運送業務に売り込もうとした、業務連絡用の無線電話システムである。ニューヨーク港で港湾運送業を行っていた、ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道のタグボートと、ハーレム川岸にあったターミナル間で、波長500メートルの無線電話を試験した。 しかし小型のタグボートには短いアンテナしか貼れず通信券はせいぜい1マイルで採用には至らなかったこの試験は完全に失敗だった次に同じ6 0 0ヘルツの無線機セットをニューヨークの玄関口ブルックリンにある国際無線電信会社のブッシュターミナルに設置しもう一つは毎晩ボストンへ向かうホールリバーライン社の 蒸気船に設置して試したが、この時には大きなアンテナを使えたため最大100マイルほど連絡できた。これは船舶局へニュース放送を行うことを目指したものだったが、船会社の賛同を得ることができず頓挫してしまった。コンダットラの無線機開発チームは解散となり、メンバーは社内各所へ配置転換となった。中波ラジオ 1200kHz の実験放送8。 XK 終戦で民間無線の戦時制限が解かれたため、コンラットは1920年4月に実験局8、XK の再許可を得た。中波の波長250メートル100ワット、無線電話送信機を組み立てて、定時送信を開始し、その受信を500キロメートル離れたボストン在住のジェームズ・シーラム勢に依頼した。まもなくコンラットの定時送信は、 アマチュア無線化たちの間で評判となり、ついにアマチュア団体 a w ハールの機関紙 QST で紹介された。同時に、この号の表紙写真にも採用されている。コンラットはアマチュア無線化ではなかったが、当時のアマチュア無線化は、実験局、無線訓練学校局、特別アマチュア局とも自由に更新することが認められていたため、お互いの垣根意識は極めて低く、 同じ無線実験仲間として交流していた。アマチュア無線化のリスナーより受信報告や演奏曲のリクエストが続々と届くようになると実験曲 8XK で放送する自前のレコードが足りなくなり、コンラットは地元のハミルトン音楽店にレコードの貸し出しを交渉してみた。そして今かけたレコードはハミルトン音楽店で販売していますとアナウンスすることを条件に 無償提供を受けることに成功した。コンラットがアナウンスしたレコードと、そうでないものでは、レコード券の販売枚数に差がついたという。デイビス副社長は1891年に入社した、ウェスティングハウス電気製造会社の技術者で、1911年に技術担当副社長に抜擢された。1920年9月29日、 ピッツバーグの新聞ザ・ピッツバーグプレスやザ・ピッツバーグ3にあるジョセフ・ホーン百貨店の広告ページ、ホーンデイリーニュースにエアーコンセールピックドアップバイラジオヒアというタイトルの広告が載った。売り出し中の受信機はウェスティングハウス電気製造会社の製品ではなかった。デイビス副社長はコンラットが自宅から無線電話の定期放送をしていることは知っていたが、それが 受信機の販売ビジネスにつながるとは考えてなかったため、この広告を見て驚いた。デイビス副社長は、早速コンダットラ・モトム戦機チームを招集して、良い音楽レコードを提供すれば蓄音機が売れるように、我々が良い番組を提供すれば受信機が売れるはずだと、皆に問いた。これはコマーシャルによる広告放送モデルではなく、受信機を販売するためのソフトウェアの提供だった。 そして、デイビス副社長はコンラットをはじめとする集められた一堂に11月2日に行われる合衆国大統領選挙においてハーディング候補対コックス候補の開票速報が放送可能かを問うと皆はできると断言した。こうして放送用100ワット送信機の設計、製作に着手し、合わせて東ピッツバーグ工場の屋上に掘った手小屋の スタジオと送信アンテナの建設が始まった。1920年11月2日の20時、世界初の商業ラジオ放送局といわれる、軽井道家が放送を開始した。ピッツバーグポスト社から入ってくる、開票数字を広報部のローゼンバーグが読み上げ、速報と速報の間は、レコード音楽でつなぎながら、真夜中過ぎまで続いた。当日の技術面は、ドナルド・ジーリトルが仕切り、 コンラットは緊急事態に備え自宅の予備機の前で待機していた。受信機が設置された協会や会社間部宅に大勢の人が集まりこれを聞いた。放送は大成功だった。経営動カは一般リスナーを増やすために公演中継、劇場中継、スポーツ中継など様々な番組開発を行った。また十一時三十分の放送終了後、経営動カリスナーが 時計の時刻を合わせられるように21時55分 -2200 の5分間、ラーのタイムシグナルを放送した。ある意味これが、超波から中波への中継放送と言えるかもしれない。またレコード演奏の放送ばかりだと、その音質は、蓄音機で直接聞く方が良いため、ウェスティングハウス社従業員クラブの吹奏楽団による生演奏を織り混ぜることにした。 さらに1921年12月から週刊番組ガイド誌の元祖であるラジオブロードキャスティングニュースを出版し、向こう1週間の放送予定番組とその聞きどころなどを紹介し、リスナーの拡大に努めた。中でも大勢の人々の関心を集めた番組は1921年1月2日の朝から始まった日曜礼拝中継で、この番組はチャーチサービスと呼ばれた。 ピッツバーグ市内の教会とケイ動カのスタジオ館に、付設した専用船を経由して、日曜礼拝を生中継したのである。その結果、礼拝に行きたくても体が不自由だったり、何かの都合で家を開けられない人などから、このサービスを絶賛する礼状が、毎日束になって、ケイ動カに届いたという。このチャーチサービスが、ウェスティングハウス電気製造会社のラジオ受信機の、 売れ行きに弾みをつけた。そしてまた、ウェスティングハウス電気製造会社は、ラジオ受信機の販売台数を伸ばすために、放送エリアの拡大にも努めている。1921年9月19日に、マサチューセッツ州スプリングフィールドで WBZ 同年10月1日に、ニュージャージー州ニューアークで WJZ 同年11月11日に、 イリノイ州シ,シカゴで会話が本放送を始めた。コンラットはこれら系列局の建設中の頃から番組を配信するときに発生する優先通信会社 AT&T の電話回線料金が高く、これを無線中継で回避することを考えていた。しかし当時の商務省の方針により、商務省はべての商業ラジオ局に同じ波長百六十メートルを割り当てていたため、 無線中継は不可能だった。親局の8 3 3ヘルツを受けて、それを8 3 3ヘルツで再送信することはできないからだ。コンラットは、超波や中波の無線局の向上波成分を短波で受けてみると、空電妨害が少ない分、良好に受信できるケースがあることに気づいていた。1921年春、 中波360メートルの軽度化の番組音声を実験局 8XK の短波100メートルでサイマル送信し各地で受信状況を調査した。するとボストンなどいくつかの地区では短波の方が強く受かったのである。そこで波長と電解強度の関係を明らかにするためにマサチューセッツ工科大学の実験局 1XM と JR デッカー氏のアマチュア局 1RD 及び少し遅れてジェームズ・ C ・ラムゼイ氏の実験局1素の3局に協力を要請した。いずれもボストンの無線局である。そしてコンラットがピッツバーグで待機し3局には 1MHz から 3MHz 付近まで送信周波数を少しずつ上げながら発射してもらったところ 1RD と1素の電波は 波長が短いほど強く受かるという結果を得た。コンラットは後年、この短波伝波実験を無線技術者学科ヤイヤーで発表している。1922年2月27日から3月2日、フーバー省務長官の呼びかけで全米の電波利害関係組織が招集されて、第1回国内無線会議が開かれた。当初より権益の主張合戦となっていたが、 3MHz までの業務別周波数分配案の合意に何とかこぎつけた。そこより放送サービスを抜粋したものが過評である。米国では1920年1月17日より、ワシントン DC アナスコティアにある海軍飛行場から海軍省が娯楽音楽放送の府を行っていた。まだこの会議の時点では、国営放送等のさらなる拡充が予定されていたため、 ガバメントブロードキャスティングに多くの周波数が割かれた。米国のラジオ誌においては、軽ドカのような民間企業の商業放送より、いわゆる国営放送の方がわずかだが、先行していたのである。さて、民間企業の商業放送には、中波618から1 0 5 2ヘルツと、短波2.0から3 0ヘルツの2つのバンドが勧告された。 コンラットはこの新しい放送バンド2.0から3.0メガヘルツを番組中継用に利用しようと考えていたが、あまりにも急激にラジオ放送局数が増加していたため、この韓国案はすぐに陳腐化しまいその実施が見送られていた。さらに1923年1月3日、アナコスティア海軍航空局のフは本来の航空無線の研究に専念することとなり、 娯楽放送を終了した。バンドプランの改正1923年3月に再び招集された第二回国内無線会議で放送バンドは550から 1040kHz と1050から 1350kHz に集約する新しい韓国案が採択された。アメリカでいわゆる国営放送や州営放送が見送られたのはこの会議だった。 また、長波ラジオ放送が断念され、2.0MHz 以上の単波帯をリザーベドとする中、2.100MHz と 2.300MHz の2波だけはガバメントとした。この第2回国内無線会議の新勧告案を受けて、1923年5月15日より、商務省電波局は以下の新放送バンドを施行した。経度化は、 ピッツバーグ市内の4つの教会から毎週交代で日曜礼拝を中継していたが少なくともポイントブリーズの長老派教会では単波のリザーベ度帯の許可を受けて単波中継回線を実用化しているアマチュア無線から放送を保護ラジオ放送が普及するにつれて1 5 0 0ヘルツで運用されていたアマチュア無線の電波が一般家庭のラジオ受信機に渾身を与えることが 社会問題化していた。1923年6月28日、商務省電波局はそれまで単派免許だった。アマチュア業務に対し千500から2 0 0 0ヘルツの帯域免許を与えると同時に、平日の20時 -22、30および日曜午前の礼拝タイムの運用を禁止する規則改正を告示し、即日施行した。仕事や学校の後、 夕食を済ませてから無線更新を楽しんでいたほとんどのアマチュア無線家には大きな痛手となったが、この規則改正によりラジオ受信系のアマチュア無線の渾身トラブルは急減した。1922年6月、コンラットラはピッツバーグのケイドカから 180km ほど離れたエリーコ南岸のクリーブランドへンパで同時送信して、そこから中波で再送信することを決めた。 クリーブランドには軽度カの中波360メートルの電波がほとんど届かないからだ。クリーブランドよりもっと離れているのに良好に受信できる地点もあることから、ウェスティングハウスの技術陣にはこれら受信不良エリアの解消を会社から求められていたのである。この中継のためにコンラットは250ワットの真空管4本パラレルの波長80から91メートル事例発信機を 組み立て AAM 変調機には同じ250ワットの真空管5本を使った。1922年9月1日、ウェスティングハウス電気製造会社を名義人とする新しい実験局 8XS の送信機の試験調整が始まった。工場の屋上に太い導管式の垂直型アンテナを立てて約 800W をアンテナに供給できた。 周波数安定度が一番の課題であり、工場の製造ラインとは別に専用電源を設け、さらに周囲の振動を吸収するスプリング付き課題に、送信機を乗せるなどの苦労があった。1922年10月27日の20時から2時間、軽移動化の音声ラインを分岐して、短波中継機 8XS に流し込んだ。これが軽移動化の番組音声を実際に、 単波で送り出した最初である。しかし想定外に変調音が歪んでしまい、その対策に悩まされ続けた。この電波試験は1923年1月まで続けられ、昼間は波長80メートルが夜間になると波長91メートルの方が良好であることが分かってきた。k i d k d p m WBZ 単波中継回線 k i d から3。 メガヘルツ帯の短波で KDPM と WBZ へ送られた。工場の屋上に建てた実験局 8XS の導管式垂直アンテナは設置がうまく機能しておらず、工場内の人や機械の動きがアンテナの共振周波数を揺らがせていることが分かった。そこで12メートル長のゲージ型ワイヤーを平行に2乗、私、その7メートル下にも、 同型のものをカウンターポイズとして貼り、両者を結ぶ7メートルの垂直エレメント部の中央から給電する方法をとっている。またクリーブランドに中波放送局 KDPM を建設中だったが、短波の受信アンテナが風で揺れて、受信レベルに強弱がつくのを防ぐため、室内に一辺2.4メートルの大型ループアンテナを設置した。1923年3月4日、 8XS によるピッツバーグ系イドカからクリーブランド系 DPM への短波中継の実用化試験放送が始まった。なお、ウェスティングハウス電気製造会社は口述するヘイスティングス系 FKX への中継を短波中継の実用第1号としているが、クリーブランドの住民は今まで聞こえなかった系イドカの番組が短波中継により地元、 KDPM で聴けることを大歓迎している。その意味において、1923年3月4日を短波中継の実用化の日と捉えることもできるだろう。8XS の短波は、遠く640キロメートル離れたマサチューセッツ州、スプリングフィールドの系列局、WBZ でも、良好に受かったため、そちらへも不定期に中継放送が行われている。 東海岸に近いスプリングフィールド WBZ は、軽ド化からクリーブランド KDPM までの距離のおよそ3.5倍、あった。コンラットは、全米20都市のアマチュア無線化や受信マニアラに8、XS の受信試験を依頼したところ、全員から大変良好と報告が来たため、ンパが番組中継に使えることを確信した。1922年5月16日、英国で、 ラジオの試験放送を開始したメトロポリタンビッカーズ電気会社は元英国ウェスティングハウス電気製造会社である。英国ではマルコーニ科学機器会社のライトルニ MT が1922年2月14日にロンドンに LO が同年5月11日に定時放送を初めておりメトロポリタンビッカーズ電気会社のマンチェスターに ZY による 試験放送が5月16日に続いた。1922年夏、メトロポリタンビッカーズ電気会社のフレミングは、放送技術のノウハウを相談するため、元、親会社であるウェスティングハウス電気製造会社を、訪ねた。その際に 8XS による、短波中継計画の話を聞いたフレミングは、経験豊かな軽度化の番組を、マンチェスターに z y へ、 単波中継することを願ったが、まだこの時点では、夢物語だった。1922年10月18日、英国郵政庁グーポの調停で、英国放送会社 BBC が誕生。メトロポリタンビッカーズ電機会社のマンチェスターに、ZI は、マルコーニ科学危機器社のロンドンにいるおとともに、新会社 BBC へ移管された。 1923年3月4日より始まった、クリーブランド KDPM への単波中継が順調に滑り出した頃、メトロポリタンビッカーズ電気会社はウェスティングハウス、電気製造会社と技術提携を結び、大西洋横断単波中継に合意した。そして 8XS の単波中継波を英国で受信するために、マンチェスター郊外のチェッシャー州アルトリンチャムに、 タンパ受信所を建設すると同時に、受けたイ度化の番組を中波で再送信するために、中波放送の実験局の開設準備を始めた。世界初のタンパによる大西洋横断は、コンラットの無線電話で達成された。1923年9月、タンパによる大西洋横断試験が始まると、あっけないほど、簡単に 8XS のタンパが、アルトリンチャム受信所で受かった。 これまでも深夜になるとアメリカの中波放送を英国で聞くことができたが、タンパの方が早い時間帯から聞こえ始めて、さらに火花式無線局から受ける高調波妨害もはるかに少ないことにメトロポリタンビッカーズ電機会社の無線技術者たちは驚いた。1923年10月、短波の6メガヘルツまで動作する10キロワットの水冷式真空管を開発したコンラッは、 これを日本使った事例発信式送信機を完成させ試験送信を開始した。8XS の短波はさらに強力になり、アルトリンチャム受信所ではフェージングの影響が軽減したにもかかわらず、明瞭度は非常に悪かった。やがて搬送波の周波数が変調信号に合わせて揺さぶられていることを突き止め、振動でインダクタンスが変化しないよう配慮した構造の 発信コイルやキャバシタンス変動の少ないコンデンサーを開発したり、送信機全体を乗せるスプリング台座の改良などの作業に追われた。ウェスチングハウスエレクトリックマニファクチャリング CO、1945年にウェスチングハウスエレクトリックコーポレーションに改名、後に短波の開拓で競い合うことになるグリエルモ・マルコーニとは9日違いだったなぁの信号を受信し、 優先で配信するサービス。ただし名義人はフランク・コンラットだった AB これは特別陸上局に大区分されるものでアマチュア局とは別物インターナショナルラジオテレグラフカンパニーなお1897年から1899年にかけてコンラットはデイビスと連名で交流モーターや交流メーターに関する特許を複数登録している。 地元デュケーンクラブでの晩餐会から、フーバー商務長官の挨拶を中継地元、デイビス劇場からルース・ロイの歌声中継、ジョニーレイタイ、ジョニー・ダンディのボクシング1922年に、曲数が増えたニューヨーク地区では 833kHz の時間割を、地元の全放送局で、新種協定せざるを得ない事態に発展した。同じ周波数で再送信すると、 いわゆるマイクのハウリング現象のような状況が起きるため、文献上では、デッカー氏の 1RD が第一次世界大戦後にタンパで実験した最初のアマチュア局である。QST 市1923年3月号にコンラットのタンパ実験に協力した件が報告されている。この時代は、タンパが何キロヘルツ以上を指すかは決まっておらず、 おおむね1 5ヘルツあるいは2ヘルツ以上を単波と呼ぶ例が多かった。アマチュア無線には1091から2 0 0 0ヘルツを韓国3月20日から24日まで連邦政府の放送用に限定するものではなく広く連邦政府による電波という意味。6 6 7ロヘル1 0 0 0ヘルツは海上公衆通信用韓国案のクラス A、B はクラス B。 A に名称変更の上実施された。クラス B 帯の中央800から 870kHz を開けたのは従来からの 833kHz 局で周波数移転を望まない放送局をクラス C 局としてこれを保護するため、ちょうど火花式から真空間式への過渡期にあたり、まだまだ火花式のアマチュア局が多かった。これは第二回国内無線会議で、 アマチュア無線業務に 500kHz 幅の分配が勧告されたことを実行したもの 8XS の波長は可変で免許されたため短波のどの波長でも実験できた。1927年公共放送である英国放送協会 BBC に生まれ変わった振幅変調と同時に周波数変調がかかった状態。ありがとうございます。